今回は練習でつまずいた時に考えるべきことというテーマでお話をお届けします。誰もが練習でつまずく瞬間っていうのはあると思いますけれども、そういう時にどういうふうに考えていったらいいか一緒に見ていきましょう。練習でつまずく原因は大きく分けて3つあると思います。1つ目は認知、頭で分かっているか分かっていないか。2つ目は運動、演奏技術が伴っているか伴っていないか。で、3つ目は上位、言ってみればマインドですね。その曲が本当に弾きたいかとか、つまずいている箇所を本気で乗り越えたい気持ちがあるかとか、意外とこのメンタル的なところに、原因があるというケースは多いですけれども、一つ一つ見ていきますと、認知っていうのは頭で理解しているかどうか、例えば楽譜にどういう音が書かれているか、アーティキュレーションはどういうふうについているかとか、和音の変化、そもそも何調なのかとか、そういった頭で分かっているべきことが分かっていない。で、それを曖昧にしたまま続けて、ピアノに向かってしまうので、いくらピアノを弾いてもうまくならない、つまずいてしまうっていうことがあると思います。そういった認知での、つまずきにはしっかりと頭の中の整理をするっていうことをしていくと解決できますね。で、運動面、演奏技術が伴っているか。これは例えばスケールの長いパッセージが、曲の中で出てきた。でも音階の練習なんて全くしたことがない、弾き方がわからない。そうしたら弾けるわけがないです。なので、例えばそういう状態であったとしたら、もっと音階の基礎的なところに、基礎的な練習に戻って、しっかりと技術を身につけるとか、そうやって、自分に何が必要なのかっていうのをしっかりと見極めて、基礎的なスキルを上げていけば、クリアできると思います。で、3つ目の上位、マインドっていうのは、例えば、そうですね、作文をしてみたりとか、自分がこの曲をなぜ弾きたいのかとか、あと最近生活はどうだったかとか、ピアノに向かう気持ちは、十分高まっているかとか、そういったことをちょっと振り返ってみる時間を作ると案外簡単に超えられるようになると思います。この認知、運動、上位、その3つのポイントに気をつけて、練習でつまずいた時には自分が今どこで、つまずいているのかなって、例えばこの認知と運動が良くないとか、認知と上位マインドが良くないとか、いろいろ原因は複数の時もあると思いますけれども、基本的にこの3つの柱でしっかりと分析して、さらに掘り下げて一つ一つのこう問題課題を掘り下げていけば、つまずきは解消できますので、ぜひこの認知、運動、上位っていうのは、感情の上と意識の意ですね、その3つのポイントをしっかりと冷静に分析してみると、つまずきがきっと解消されると思いますので、ぜひ試してみてください。それではまた、ピアノの練習に役立つことや上達につながるヒントなど思いつきましたら、どんどん配信していきたいと思いますので、ぜひまたチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。